南部茶は山梨県南駒郡南部町で栽培されている日本茶である山梨県南部にあたる南部地域は県内では温暖な気候でありまた降水量も多いため茶の栽培に適している茶は薬用植物として中国大陸から伝来し中世には仏教の喫茶風習と関係して栽培が普及するが海の国においては 甲州市の工学寺や美部町の南松院に茶畑を記した文書が見られ、考古学的にも茶壺や天目茶碗が出土していることから、この頃には栽培が広まっていたと考えられている。南部茶は戦国期に河内領主穴山市の文書に贈答用として用いられていたことが記されており、少なくとも室町時代にはすでに茶の栽培が行われていたことが伺える。 第二次世界大戦前は主に自家用がほとんどで流通されることは非常に稀であったが、1936年に刊行された南小郡市史によると、明治時代にわずかながら藤川周運を利用した茶の出荷も行われており、1892年に200貫の出荷があったことが記されている。また、1913年には藤見の武鉄道線が続進された場合を想定し、 坂村が独自に予測を立てたものによると、販売見込み数量は2000貫としており、すでに販売を目的とした予測を立てている。第二次世界大戦後の1954年に、坂村より畑在住の個人が、静岡県伊原郡小島村獅子原から、登録されたばかりの矢吹田の品種を購入し、翌年周辺の矢畑と山林を切り開き茶畑を造成し、 本格的な販売用茶栽培を開始した。1959年に農林省茶業試験場長を招いた調査の結果、茶栽培に適していたことから農協や行政が支援を開始、苗木の圧戦などを行い事業の拡大を行った。1964年には南部長茶業組合が結成され、桑畑や水田から菜園への転換や生茶工場、 試験場の建設など町を挙げての茶業拡大が行われている。南部茶の出荷量は約270トンであり、山梨県最大規模となっている。日本茶の主流であるヤブキタシを使用していることや、気象環境が静岡市北部とほぼ同一であることから、品種、品質は静岡茶と大差ない。ただし、煎茶の工程は異なり、 静岡茶は深虫が多い一方で、南部茶は普通虫が多い。そのため、静岡茶と比べやや薄い感じがする。南部茶は主に南部長茶業組合から事業を引き継いだ藤川農業共同組合が2019年1月まで、2019年2月より合併で誕生した山梨未来農業共同組合が管理しており、海の緑ブランドとして販売している。JA 川では、 茶葉真空パック詰めの他茶葉缶入り及びペットボトル入りの清涼飲料として提供されている。ペットボトルは町内の祭イで提供されるほか、道の駅と三沢でも販売を行っている。また、ごく稀であるが、ネットショッピングでも出回ることがある。JA 以外では、笛吹き市の企業屋が風林火山ブランドのペットボトル入り飲料を、甲府市の春木屋が開示ブランドで、 真空パック詰め茶葉を販売しているほか、南部町内では、万沢の丸和菜園が、公衆新園ブランドとして、販売を行っている。2018年7月21日に開け駅した、道の駅南部では、新ブランド、喜び茶を立ち上げ、売店では、茶葉や、ペットボトル、まんじゅう、金粒、クッキー、ロールケーキなどを販売しているほか、食堂では、茶そばや、 抹茶ソフトクリームなどを提供している。ありがとうございます。